皆の覚悟を忘れはせんぞ。走れ、かけ。
しかね。かけろ、かけ。まさか殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。雅子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。おやつは見たことがない。姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。坂井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。
若輩者ではあり、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。この先は岩場です。ここにも氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。Oh!
あれを森から来ます。キリがないぞ。エンダーザ属直だ。その様子です。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の敵をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で政子殿。
진하루 누구해? 내 대륙 어서 흐르크태! 빈지 선동소 티마하 멋서 말고 대 하루 야스레 비트니 힘은 잘두고 있대 텐트웨이 하라 우이웨이 알씨 텐트 아시아 얍초! 하우엔테아! 개마른 얘기야 바로! 세른 스텝에 헬텐트 박아요! 텐트훈 빠이노다! 待たせてしまったな。祈りが通じたようです。道中気をつけよ。Yeah.
해. もう安全だ。おい、うどん食っちゃう。待たせてしまったな。はあ、来てくださったんですね。さあ、早く逃げよう。諦めんぞ。猛虎ならば去ったぞ。猛虎ではなく、族の一味が菰田を荒らし回っているのです。私の家族も皆殺しに、ひどいありさまで。俺が敵を討って死んぜよう。どこで殺されたのだ。我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。
お主の名は？サキと申します。家族の無念必ずや晴らそう。違うようだし、まあ、血に飢えた猛虎に出くわしたくない。こっちだ、影。賢治の酒があれば火の打ちどころがないのだが、長話を聞かねばならぬか。これが先の家、中の様子。賊と戦ったのか。この地が記されておる。これはようやくお前と夫婦になれるだと。雪吊りの殺しではない。中は十分、次は外だ。主を守ろうとしたようだ。
多くの足跡が街道へ。お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？コモダの村がどうのって焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて叩きのめしてください。コモダの村、ここに賊が。それでさっきというのはどうなる？スイート男と寝音になろうと家族を騙して、その後すぐ捨てられた。わかるだろう。そこを殺すか、被害者か。頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ？バカな女がハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか？そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。
よし。
何があったのだ。なんともひどいお話ですよ。サキはどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った族にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。きっとサキも成仏するでしょう。ウムギ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。酒井様、屈指の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか。若い男がたった一人で賊や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助太刀に行かねば猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。